演舞開演。本日はこちら、江崎グリコのポッキープレミアムクラス、チョコラを食べたいです。ブルミエールクラスでしたね。なんだか普通のポッキーと違って高級感がありますね。あ、これあえて潰してるのでしょうか。どんな感じなのかな。ではちょっと中身は、おお、結構入っているような感じがしますけど、一袋に何本入ってるんだろう。見た感じ4本ぐらい入っているような印象ですね。では中身をご対面。おお、なんだか普通のポッキーより太い印象ですね。しかも持ち手の部分も茶色い。ちょっと折ってみましょう。では全部チョコレートって感じですね。ちょっと見えにくいですけど、茶色がしっかり見えます。ではいただきます。本当いつもよりチョコがすごいですね、これ。やっぱり普通のポッキーと比べるとチョコレートの風味がすごく濃いですね。ちょっとパキッとした食感もあって、濃厚なチョコレートをしっかり感じることができてとっても美味しかったです。ただポッキーで細い方が好きという方もいらっしゃいますと思いますので、そういった方はちょっとかもしれませんね。ですが自分はやっぱり太い方が好きなので、文句なしのこちらの点数とさせていただきました。チョコレートも濃厚です。カゲロウかな、ブラックホール消すばかり。太陽でもブラックホールは消せるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。